釜積みは山地や丘陵地の明るい林や草原に生える落葉低木。別名はカリンカ。樹高2から3メートル程度となる。若い枝は正常毛や剪定があってザラザラで海緑色。古くなると海国色になる。葉は耐性し、細かい巨子がある卵型から甲卵系で10センチメートル程度。表面には鵜状の葉脈がわずかに出っ張り。 凹凸がある。表面は脈状にだけ毛があるが、裏面では先天や正常毛などが多い。夏季は5から6月。白い小さい花の果樹を作る。晩夏から秋にかけて3から5ミリメートル程度の果実をつけ、食用となる。果実は赤く熟し、最終的に晩秋の頃に表面に白っぽい子を吹き、この時期が最も美味になる。禁煙の小葉のガマズミや、 ミヤマガマズミの葉は、比較的細長く先端が尖った、楕円形であるので、区別できる。焼酎に漬けて、果実酒にも利用する。大根を漬けるときに用いる。赤漬けは、長野県戸隠村でよく行うもので紅色に染まり、実の酸味がついた大根漬けとなる。ジュースやキャンディ、酢、ポン酢、果実酒、ジャム、ゼリー、健康ドリンクなどに商品化されている。 ガマズミの枝は柔らかく折れにくいので、昔から何かを束ねるときに使った。枝をよって縄を作り、仮芝などを手際よくまとめた。丈夫でよく分子するため、庭木として干渉用に植樹されることもある。ガマズミの果実と葉。ありがとうございます。